クラウドエースの採用に、ご興味をお持ちいただきましてありがとうございます。クラウドエース株式会社取締役 CTO の高野です。クラウドエースは2016年に設立しまして、今、5、6年目の会社です。で、まあ、僕がクラウドエースで今 CTO をしていますが、僕が CTO として、まあ、会社の方向性を決める上で大切にして、まあ、大切にしていることは何かというと、やはり現場の技術力というのを信じるということと、まあ、そこに価値があるということを常に忘れないことかなというふうに思っております。で、まあ、これまで僕その前職では大手の SIR とかに行ってですね、で主に上流工程ばっかりやってたんですけども、その上流工程をやって現場の実装工程とかっていうのをわりかし軽視してきたんじゃないかというふうにも思っていて、でそれに対して僕は、まあ、いくらかの疑問を持っていたので、まあ、クラウドエースでは、その現場の技術力ということについてはこだわっていきたいと思ってますし、まあ、さらにそこに十分な価値があることっていうのも信じてやっていきたいというふうに考えています。で、クラウドエースでさらに 現場で、まあ、現職で働いてもらっているエンジニアとか、まあ、今回ご応募考えていただいている皆さんにぜひ、まあ、僕が、まあ、クラウドエースで仮に働いてもらうことを想定してメッセージをお伝えすることがあるとすればですね、一つはまず、まあ、我々クラウドインテグレーターとかシステムインテグレーターっていうのは、まあ、お客様からお金をもらって、システム構築とかエンジニアリングの、まあ、支援をするっていうのが仕事になりますので、当然高度な専門性とかもしくは、まあ、広く一般的な仕事力みたいなものは求められるということになりますと。ですので、まずそれはまず大前提として皆さんが備えるべき能力だし、かつそこっていうのは追求していく必要があるというふうに考えてます。なんで、まあ、エンジニアとしてさらに仕事をする社会人としては必ずそこっていうのは自分を磨いていく必要があるというふうに考えてます。でもう一つはまあ、我々お客様の代わりにシステムを作ったりとかお客様のチームに混ざってエンジニアリングしたりってことが多いのですが、で実際には我々はお客様からお金をもらってただ仕事をするわけですと。でお客様はお客様で全く別の観点で仕事をしていて、それは何かっていうと、まあ、お客様が持っている事業が成功するかどうかっていうことです。で我々にお金を払った分が回収できるかどうかってことを考えているわけじゃなくて、まあ、事業の成功ってことを常に見て働いているわけです。でなんでクラウドエースのエンジニアには、お客様の成功っていうのことに関して、まあ、ある種自分たちがお客様の事業の成功の可否に実は関係せずお金がもらえるからこそ、その分お客様のお客様よりもさらにお客様の側に立って物事を考える必要があるというふうに思ってます。で、まあ、クラウドエースで働く上ではそういったことを通してですね、皆さんが働きやすい環境っていうのを目指していますと。でお客様の立場に立ってある種一体となって仕事をするってことが皆さんが夢中になって楽しく働けるっていうポイントにもなるかなと思っています。でそれをするためにクラウドエースでは皆さん現場のエンジニアが夢中で働ける環境を作るためにいろんな支援とかサポートマネジメントっていうのを行っています。詳しいことについてはまた今度別のどっかの説明会などで説明したいと思いますが、現場のエンジニアの皆さんの成長と、まあ、プロジェクトの成功ですね。でさらに言えばお客様の成功についてできる限り会社が支援して、で現場のエンジニアが夢中で働ける環境っていうのを作っていきたいと思っています。というわけで、この動画を見ていただいた皆さんありがとうございました。以上です。今何分？3分30分。ああいいじゃん、ちょうどいいじゃん。 OK、 いいですか、ファーストテイクで問題なし。問題がないから